立憲民主党の代表選に立候補している候補者の4人が昨夜仙台市の街頭で論戦を交わしました。街頭演説を行ったのは代表選に立候補している野田佳彦元総理、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆院議員の4人です。仙台駅の東口で開かれた演説会には小雨にもかかわらず支持者ら数百人が集まりました。4人は自民党の総裁選で裏金問題が十分に取り上げられていないなどと批判し、それぞれの政策を掲げて政権交代の必要性を訴えました。立憲民主党代表選の投開票は今月23日に行われます。